ヨゼフです。今回はですね、平均順位級ベルジュンパスタンに関する音声データをですね、ウェブサイトからダウンロードしておいて、その音声データを分割編集する方法について解説していきます。平均順位級ベルジュンパスタン5定番というのは、応文社から出ている単語集です。この本に掲載されている単語時空の見出し語や、見出し語の訳や、例文の音声を聞くことができます。本書の8ページの説明に従って、音声データをパソコンにダウンロードして利用するか、9ページの説明に従ってアプリ英語の友をスマートフォンにインストールして利用します。でアプリ英語の友は一部有料のソフトで便利な機能がいろいろ用意されています。しかしパソコンの場合は音声データがダウンロードできるだけで使い勝手はあまり良くありません。そこでおすすめなのがウェブサイトカート&ジョインから入手できる音声別カッター173というフリーソフトを使うと音声データを分割することができるんです。さらに分割した音声データを再編集していろいろな音声ファイルを自分で作成することができます。ということでこの動画ではですね、音声データを分割して音声ファイルを自作する手順について解説いたします。2つの段階に分けまして、第1段階フリーソフト音声別カッター173を使って音声データを分割します。第2段階英単語の見出し語プラス見出し語の訳のファイルを作成する、そういうことになっております。まずですね、英検準1級ベルジュンパスタン5定番に関する音声データをダウンロードする必要があります。音声ファイル ZIP 形式を展開して MP3 ファイルとしてパソコン内に保存してください。で200個の MP3 ファイルがダウンロードできるのですが、私の場合はデルド A、デルド B、デルド C、時空編の4つのファイルに分けてデスクトップ上に保存しています。でこのダウンロードする方法自体は別の動画で詳しく説明していますので、そちらもよろしかったらご覧になってください。でこの後使う無料のソフトがありまして、音声別カッター173ですが、どのようなソフトなのかサイト内の説明を部分的に引用させていただきました。1番 ZIP ファイルを展開し EXE ファイルを起動してください。2番対象の MP3 ファイルをウィンドウ内にドロップしてください。ダウンロード音声の MP3 ファイルは任意のファイルの分割を実行します。3番ドロップされたファイルの分割とフォルダ分けを自動で行って取得します。分割終了後は画面下部のアドレスをクリックして出力フォルダを開くことができます。でこの程度なんですね、説明がなかなか分かりにくいかもしれません。この音声別カッター173の使い方を今から説明詳しく説明したいと思います。さて第1段階1、カット&ジョインで Google 検索してください。するとカット&ジョイン MP3 ファイルの簡易編集ツールを公開というのが出ます。その中の音声別カッターをクリックします。実はどこからでもたどり着けるのですが、音声別カッターをぜひクリックしてください。2番、カット&ジョインの下がですね、カテゴリーとして音声別カッターということになっているとして、その中で下スクロールいたします。英検準1級ベルジュンパスタン5定番を分割するというのがありまして、その中の続きを読むをクリックします。3番、英検準1級ベルジュンパスタン5定番を分割するの中で下スクロールしていきまして、音声別カッター173の下のダウンロードはこちらからのこちらをクリックしてください。で、画面左下にですね、表示が出ます。その中に待ち時間も出るんですが、その待ち時間が消えたらダウンロード完了です。4番、エクスプローラーから PC ダウンロードを選択しますと、今日のところにですね、CJC173.zip113KB が出ているはずです。これをクリックしますと、展開の文字が出るので、その状態でもう一度クリックします。5番、 CJC173.zip の中に音声別カッター 173.exe113KB が出ます。これをクリックすると圧縮フォルダーの展開ウィンドウが出ます。展開をクリックすると展開後の音声別カッター 173.exe391KB が出ます。これをダブルクリックすれば音声別カッター173が起動するはずなのですが、実はうまくいかない可能性がちょっと残されておりまして、6番、 Windows によって PC が保護されましたという警告が出るかもしれません。で、出た場合は、詳細情報をクリックして、アプリが音声別カッター 173.exe であることを確認してから実行をクリックしてください。7番、音声別カッター173が起動します。で、あらかじめダウンロードしておいた、英検準1級デルド A 音声データ。この名前は私は勝手につけておりますが、その中の全ての音声データ、MP3 ファイル55個なんですが、をまとめて、音声別カッター173の枠内にドロップすると、音声データの分割開始ということになります。8番ファイルを調べていますとか MP3 ファイルを取得していますという表示が現れた後、分割完了となります。 MP3 ファイル55個が1527個に分割されます。で右の下の OK をクリックしますと自動的に出力保存されます。ところで出力保存先の出力フォルダを開くためには画面下部のアドレスをクリックすることも可能ですが、別の方法で保存先を確認します。9番、私の場合の話なのですが、デスクトップ上の英検準1級デルド A 音声データというフォルダーにダウンロードしておいた音声ファイルを保存しています。そのフォルダーの中の MP3 ファイル55個がずらっと並んでいるのですが、その一番上に
パスタン準1級ご定番という新しいフォルダが自動的にできています。この名前も自動的に付けられて、その新しいフォルダができています。でそしてこの新しくできたフォルダの中に1527個に分割された MP3 ファイルが保存されています。ということでこのフォルダを開いてみます。10番、さらに4つのフォルダ、英語、見出し、訳、例文がありまして、分割した、MP3 ファイルが保存されています。英語は英語だけ、見出しは見出しだけ、訳は訳だけ、例文は例文だけで、こう全部分けてあるんですが、で、フォルダの名前を変更するのがおすすめです。でそれぞれの英語とか見出しとか訳とか例文の後にカッコ付きでデルド A というのを追加してみました。で元に戻って、元のフォルダの名前もですね、最初勝手にですね、パスタン準1級ご定番という名前だったのですが、これを、パスタン準1級デルド A に変更するのはおすすめです。この後デルド B、デルド C、熟語とかを順次処理していきたいので、デルド A という言葉がついていないと混乱してしまいます。11番、あらかじめダウンロードしておいた英検準1級デルド B 音声データ、デルド C 音声データ、熟語編音声データの中の MP3 ファイルを順次音声別カッター173の枠内にドロップして分割します。で2回目からはですね、元のデータが残ってます。しかし上からまた新たに MP3 ファイルをドロップすれば、大丈夫です。で作業としては7番8番9番の繰り返しですが、毎回毎回フォルダ名は自動的にパスタン準1級ご定番になってしまいます。でそこで10番と同じようにデルド B とかデルド C とか熟語編という言葉が含まれるフォルダ名に変更するのがおすすめです。さらに中の英語見出し訳例文のフォルダ名も変更するのがおすすめで、こちらも10番と同じようにデルド B デルド C 熟語編という言葉を追加するといいと思います。さてここから第2段階ですね。1番、ファイル編集の準備として1番の英語デルド A と2番の訳デルド A をそれぞれコピーしたものをデスクトップ上に用意しておきます。そのちょっと手順を詳しく書いてみましたが、カッコ1の方、英語デルド A のフォルダをクリックした後、右クリックして作業の一覧表を出します。その中のコピーを選択します。で、それはそれで置いておいて、ポインターをデスクトップ上に移動して適当な場所で右クリックします。で、また作業の一覧表が出ます。貼り付けを選択すれば、その場所に貼り付けることができます。カッコ2、訳デルド A のフォルダも同様にしてデスクトップ上に貼り付けます。ということで、カッコ1のフォルダとカッコ2のフォルダをデスクトップ上にですね、貼り付けて準備してください。2番、カッコ1のフォルダ名をですね、英検準1級デルド A、カッコ A 単語プラス訳カッコ閉じるに変更してください。で、カッコ2のフォルダ、これ訳カッコデルド A、カッコ閉じる内のファイルをすべてカッコ1のフォルダにドラッグします。これは並べておいて右、すべて選択したんですね。カッコ2のフォルダの中のファイルをすべて選択して今からドラッグする、手前のところです。3番、ドラッグしますと、カッコ2のフォルダの中にあった MP3 ファイル500個が自動的にカッコ1のフォルダの中で正しい順序に並ぶはずです。で、ミノズが実は正しい順序で、これで出来上がりなんですね。4番、しかしうまくいくとは限らないので、万一カッコ1のフォルダの中のファイルが正しい順序に並んでいない場合、これどうすればいいかと言いますと、表示タブ内の、ファイルのホーム共有表示とかあります。その表示のところを選択して、そのタブ内の並べ替えを選択してください。で、高順や小順を試してみてください。まあ、最終的には小順にするのですが、で5番、最終的には照準になれば良いのですが、反応しない場合があるかもしれません。その場合は一度高順を選択した後に、もう一度照準を試してみてください。ということで、最終的に右のような順序になれば、デルド A、A 単語プラス訳は完成です。6番、続いてデルド B、デルド C の A 単語プラス訳のファイルを作成しました。その後、Windows メディアプレイヤーのプレイリストに登録すれば、私的には完成です。でどのような音声再生の機器をお使いでしょうか。パソコンだけで完結するというのであれば Windows メディアプレイヤーおすすめですが、さて以前ですね、英検1級ベルジュンパスタンを題材にした同様の作業を解説する動画を公開しておりました。で基本的に私は解説は詳しければ詳しいほど良いという考えなので、いつも動画作成しておりますが、おおむね解説が回りくどい、で手順そのものもややこしいということになりがちです。で英検1級ベルジュンパスタンに関してもですね、少し解説回りくどかったかな、作業の手順もややこしかったかなというふうに反省しております。ということで今回英検準1級ベルジュンパスタンを題材にした動画を作成するにあたって、作業の手順を一部見直し、できるだけ単純化しました。また解説も少し簡略化しております。同じことの繰り返しは先ほどと同じことをしてくださいというふうに1回だけ詳しく説明してみました。その結果、以前の動画よりは少し分かりやすくなったと自負しております。ということで今回の動画はここでおしまいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録を、よろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら、さよなら。
さよなら。